大小大小あるいは大サイは3個のサイコロを用いてその出目の合計数などを予想する賭博である。シックボードも主にアジアのカジノで行われている。3個のサイコロを用いることから合計出目の最小数は3、最大数は18であり、3個のサイコロの合計出目が4以上10以下を小といい11以上17以下を大という。 なおデメの最小数3と最大数18は大小のルール上、大でも小でもないゾロ目に分類される。なお、比較的類似するルーレットと異なり、サイコロは完全密封された機械容器の中に入っており、蓋をして機械によりシャッフルし、デメが決定した後にそのデメを予想して、テーブル上にチップを置くことによりかけ、その後外蓋を開いてデメを開示する。 予想の区分は以下の5種類があり、それによって当たった時の倍率も異なる。倍率はイギリス基準。マカオのカジノではこれより低い倍率である。このページの表記では日本式に掛金を含めているが、本来の表記は掛金を含んでいない。配当の率は的中確率により決まっており、最低倍率の2倍から最高倍率の181倍まである。 最低倍率は単に大賞を当てる区分にかけて的中した場合であり、最高倍率はゾロ目の出目が的中した場合である。マカオのカジノでは最も人気のある賭博の一つであり、ほとんどのカジノに大賞の台が設けられている。店舗間や同一店舗内でも台により異なるが、目の大賞を当てる場合の最低掛け金は、概ね50パタか、それ以外の部分にかける場合は、 おおむね20パタカとなっており、マカオのカジノの中では最も少ない元手で遊ぶことができる種目の一つである。ただし、50パタカのテーブルは非常に少なく、ほとんどの台は最低掛け金は300パタカ以上に設定されている。ありがとうございます。